対戦視聴率は2レーサッカラ。テレビ朝日が28日午後7時31分から放送したサッカーの2018年ワールドカップ、ロシア大会アジア最終予選、日本対の平均視聴率、関東地区、は 20% だった。29日、ビデオリサーチの調べで分かった。試合は日本が4レーで勝った。2017年3月29日10時54分。